セっていうモデルになるんですけども、どちらかというと反発が強くて、高反発系のトリック、飛び系ノーリーとか B ノーリーとかアンティーとかハチック系のトリックがかなりやりやすいモデルになってます。結構キレも出しやすいんで、トリックのキレとか速さっていうものも結構出しやすいモデルになってます。簡単に回ったり飛んだりができるんで、そういうところが求めてる方はぜひアクセルをしてください。